トライロー、インザスカイ、エピソード12になりました。トランポリン店主トラです。ミエインザスカイです。まずなんですけど、ちょっと僕お詫びをしなければいけないことがありまして、はい、前回エピソード11でお便りをいただいた方のお名前を完全に間違ってしまいました。すいません。膝小僧さんとおっしゃってたんですけど、肘小僧さんでした。肘小僧さん、ごめんなさい。これはご本人から連絡が来たんじゃなくて気づいた。気づきました。僕はもう間違いなく膝小僧だと思ってたら、なんか膝小僧をなんかで見た時に、あれあれって思って調べたら、肘小僧っていうことっていう、すごい、こんなとこでバカがバレると思わず、すごい恥ずかしい思いをしてしまいまして、大変失礼いたしました。失礼しました。お詫びして訂正いたします。今後みえさんに添削していただいて。では次のニュースです。次のニュース、最近私の彼氏の誕生日祝いを、おお、いや、おおって来てくれた人目で一言まるで来て、ありがとうございます。この間名前も出した鉄板コニタンさんで、一応2人で行くつもりっていう定位で、トータル9人かな、集まってもらって、うん、プチサプライズでみんなでお祝いを、あと誕生日が近い人もいたので、めっちゃプレゼントあげてたよ。ええ、渾身の、でも服を2着。やだ、ラブラブ。そうなの？服なんてね、その衣類とかはね、やっぱり距離が近い人があげるものですよ。でも衣類ね、結構あげるよ、友達に。あんまその鉄板コニータンの料理、まあのごちそうと服と、うん、交換日記をプレゼントしました。あれはどういう心境の変化というか、変化じゃないのかもしれないけど、どういうきっかけで。ちょっと彼が忙しいんですよ、うん、なんかバンド掛け持ちやら吹奏楽やら、うん、飲みやら旅行やらなんやかんやで、まあ、仕事ももちろんそうですけど、なんか最近僕もお店今週5、6立っているので、会う時間が本当になくて、ちょっとコミュニケーションがね、詐欺取れてなくて、なんとなくこのままだと別れるかなってちょっと思ってたんで、ちょっと打開策として交換日記とかありなのかなって思ったら、なんか一応みんなの前で交換日記って言ったら、黄色い悲鳴が上がったんじゃないですか。一瞬わかんなくてね。で、これ一応解説すると、皆さん一般のカップルだと危険な兆候なんですけど、うん、このカップル、トラカップルについて言うと逆なんで、これはいい兆候です。そうね、はい、と思ってます。そう、なんかみんなも、いいな、そういうのって言って、分かってるから。自分でやっといてあれなんだけど、後で2人になった時に、実は交換日記俺も考えてたんだよねって彼氏が言って、ちょっとゾッとしました。そんなこと考えてたのと思って、ちょっと、怖っ。ここ怖って言っちゃった。カットして、ここはカットしないです、はい。そうなんですよ。怖いっていうか、怖いぐらいだから考えが近いってことじゃん。ね、近しいことをちょっとうっすら考えてたってことでしょ。まあでもなんかこういうことを喜ぶのかなって思ったのが交換日記で、うんうん、まあある意味成功は成功なんで、うん、でそれをなんかの方法で入手できるかな。それはお金詰めば、まあうちのパートナーにゲストに来てもらえばいいんじゃないですか。そんなのしたいの？いや、再生回数上げるためには何でもするよ。おお。そう、今回配信日の今3日前の日曜日の収録してるんで、ちょっと時事ネタが割と話せる回なので。そうですね、はい、うん、最近の話でもちょっとしますか。しましょう。はい、うちら一緒に行ったで言うと、沢の井という日本酒の酒蔵に行きましたね。行きました。その話行きますか。行きます、はい、はい。お阿佐ヶ谷の食堂番長さんっていう二人が大変お世話になってるお店の企画で行き、僕は前の日にうちのスタッフのバースデーパーティーがあって、ちょっとしんどくて、すいません、遅刻させていただいてしまって申し訳なかったんですけど、なんか楽しそうでしたね、みえさんね。楽しいよ。
みんなとおしゃべりできるんだから。いや、なんかあの回の時一番このミエさんの社交性の高さを感じる。あの、僕を社交性高いと言ってくださるのが合ってる時と合ってない時があるって分かるじゃん。分かる分かる、服部さん最近、はい、あれは多分陽の部分が出てるじゃん。陰の時全部閉じてるから、うん、何も喋んないから。まあちょっとスイッチはオンにしてるじゃない、きっと。そうそう、もう前日ぐらいから孵化して。ああ、そうなんだ。だから1週間その直前1週間すごい徹底管理してたでしょ、うんうん、あそこで調子崩したくなかった。そうだ、言ってたね。もうその日に向けてるから、うん、私はって言ってたの。なんか陸上の選手みたいだよね。あの50人くらいの番長のチームがいて、そこを、うん、なんかいろんなテーブルにおのおのいるところ、みえさんがいろんな場所に行って、みえさんが いる場所でみえさんみえさんってなってるのを見ると、わーすごい光景だなと思って僕は遠目から見てましたよ、うん。まあほぼ番長がやってることと一緒なんですけど、うんうん、まあまあまあ、あ、そうそうそう、彼氏の誕生日祝いをテパコニタンでして、そうそうそう、コニタンでね、みんなで楽しんでる中で、うん、まあテパコニタンもあのポッドキャストの下りを話してったら、うん、あのミエンザスカイのモザイクの話になったんですよね。で、普通に Spotify とか流せる環境だったんで、オリジナルの方のモザイクを流して、従業員さん2人込みの11人でモザイクを聞くっていう貴重な回が、あれは僕はすごい楽しかったですよ。本当もうなんか心霊現象の番組みたいな空気になっちゃったけど大丈夫なのあれ。いや、最初ちょっとミエさんが本当に嫌そうな感じだから、これ止めた方がいいのかなって思ったけど、なんかちゃんとみんな音楽やってる人がね、安売りのウリ君とかめちゃくちゃちゃんとコメントをしてるから、ウリのコメントが的確すぎて面白くて、うんうん、ちゃんと勉強してたらこんなメロディーを作らないみたいなのね、うん、当たってるわ、当たってる、まあ、それだからいいっていうのもあるしね。あと後ろに流れる音のオルガン、ここでオルガン入れるんやみたいな、いや、そう、奇怪な音が。もう一回ね、あれも聞いてみてください。うちのリスナーの15歳の子からも、あの歌がすごかったっていう、15歳にも響きましたよ、うん、いい意味か悪い意味かは分からないけど、もう今後もなんかプレシャスデイっていう歌もあるらしいので、あ、インストですね、歌は吹き込んでないんですけど、あ、オケだけ作って、オケだけ、あ、じゃあそれで今度某ユウさんがお持ちの僕は持ってないんですよ、もう。あ、じゃあ今度持ってきてもらおう、某ユウシーさんに、そう、ユウシーさんに、BGM としては使います、多分。楽しみに、ね。ああ、言っちゃった。しててください。ここもカットで。カットしないです。ああ。カットはしないけど、別にあれ、再生回数そんな伸びてないんだよな。そうだよ。これ、後追いでちょっと伸びるっていう可能性もゼロじゃない。全然全然全然。5ぐらい。全然。5でいいんですよ。5を再生されるのも大変なことですよ。そうですよ。はい。いや、もうあれ、本当にありがとうございます。今後とも聞いてください。お願いします。というわけで本日もお便りが届いております。もう回を重ねるごとにすごくなっててません？ね、お便りがちゃんと届くようになってます。私寝起きであなたから LINE もらって結構びっくりするんですよ。こんなにこの収録でこれを見ますみたいな、マルチ画面で来るから1個じゃないの。すげえ。いや、もう超ありがた、本当にありがとうございます。これが全部仕込みじゃなくて本当に送ってくれてるっていうのがすごいんですよ。仕込みをね、一時期さすがにこなさすぎて考えたの、さ、考え、お客さんにちょっと送ってよって言ってた時期あったけど、結局多分その人たち送ってくれてないのでよかったね、やらなくてね。別にでもトランポリンのお客さんはここに聞くより直接話せるじゃない、だからまあまあ、ね、あんまり関係ないのかなと思って、うん、では最初のお便りです。はい、空の会ネーム猫に安眠を邪魔されるワンワンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。地上竹ってあるじゃないですか。履く勇気がないので履いたことはないですが、エロさとキモさの境界線はどこにあるのか、また地上竹を履くときに持つべきメンタルについてご意見お願いします。感想いただいてます。今後も投稿を楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。地上竹、地上竹ってみんな知ってるワードかな。いや、アンケート取ると結構微妙かもしれない。要はズボン、ハーフパンツの膝丈より上ってことじゃない？そうですね。もう本当トランクスのパンツのちょい見えるか見えないかくらいな
そうそうそう、それをもじって地上の竹で地上竹、うんうん、これもよく考えたらダメですけどね、地上竹ってワード、はい、この地っていうのダメです地上竹、あのメインザスカイは地上竹履いてるの僕見たことあるよ。それはでも最近はやってない、最近やってない、そう、あの年齢を重ねたから、あ でも40代でやってたよね、うん、42、3ぐらいだから数年前までやってたと思う。僕あの彼氏がパートナーが割と地上竹で、割と夏多いよねあの人、あのすごい最初の頃は本当に嫌だって言ってたんだけど、地上じゃん、地上、うん、もう最近諦めた、うん、まあ、押し切られたんだね、まあまあ認めてはないけどもうしょうがないなって、うん、なんかそういうの口出すのってカップルでも良くないのかなと思って、大人ちょっと顔は今若干腑に落ちない感じだけど、大人エロさとキモス、でもこれ単純に履いてる人によらない、履いてる人がかっこいいかかっこ悪いかか、あ、そう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 、とあと、まあ、そ年齢とか、年齢もある、40代の地上丈はあんまり、40代以上はちょっとおーってなっちゃうかな。一応エロいさとキモスさの境界線は多分爽やかかそうでないか汚らしいかの境界線と多分同じだと思うんで、うんうん、そのパンツっぽく見えるのか、うん、パンツなのか、うんうんうん、だと思うんで、はいはいはい、だいたいその膝から腰骨のところの間ぐらいが、まあトランクスだったりパンツ、うん、だこれより上だったらかなり地上じゃない。そう、あの座ってる時にもう森ってする人いるよね、出ちゃうよみたいな、そう、あれって多分このぐらいでもグズズズってなって、ちょっとからこんにちはみたいな人が昔はいたりしたんだけど、今それは多分丸々ハラスメントになっちゃうんで、フェチにはたまんないんだろうけどね。え、みえさんがその地上丈を履いてた頃はどういう心理だったの？あ、暑いから。あ、でもやっぱ、まあ、それもあるんだろうねきっと、うん、単純に暑いから履いてる人、デブな人多いもんね、うん、地上は、うん、どうぞ。で、地上丈を履くときに持つべきメンタルについてご意見をお願いします。僕が思ったのはもうそれ履いていった時に自分から話題にしない方がいいかなっていう、はいはいはい、これ地上丈でさっていうのはちょっと、キモさが倍増するんで、それはあんまりで言われたら反応すればいいけど、うん、あんまりそれをアピールしすぎると年齢関係なく痛いかなって なりがち。そうね、そうあの今日悩むね、ま、僕のパートナーはまあまあ地上丈履いてて、僕は別に地上丈履いてるのがいいとは思ってないけど、パートナーのメンタルを見てると、え、今日もすごいねって周りに言われて、え、すごいでしょみたいな、なんかすごいねって多分いい意味も悪い意味も多分あるって言われてるのに、もう全部それを自分の中ですごいでしょ今日もみたいな、なんかそういうメンタルの人が地上丈を履くべきなのかなっての彼を見ながら思ってはいる。そういう人の方がいいと思うよ。地上丈履いてもいいのかなメンタルの人は多分、ね、しんどいよね、 おられると思います。うん、あの安全なラインを決めたらいいんじゃないかな、うん、そうだね。まあでも履きたければ履けばいいっていう結論でいいかな、うん、そんなわけで猫に安眠を邪魔されるワンワンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。今後も聞いてください。そういえばこのあのひ膝小僧じゃなくて肘小僧さんの、好きな食べ物で打線を組みましょうで、一生私たちが出てこなかったのを編集したらチーズだっていう話をし忘れましたけど、あれ聞いて思い出した。うん、まあ言ったわとは思うけど、でもあれ僕ね、いや編集してて、で僕もチーズ好きだから、うん、反応したのに本当編集しててもあチーズだったんだみたいになっちゃって、ちょっと40代の記憶やばくないですか。だってこれからもっとどんどんこうなるんだよ、加速度的に。怖い怖いを楽しもう。これがそれが空の回です。空の回、ダメだダメだ、変な回になっちゃう。そう、でもちょっと空の回で検索したらまあいろいろ出てきちゃったので、せめて検索で引っかからないようにツイートとかしてもらうときは脳をカタカナに
はい、カタカナにしないと本当にちょっと違う団体が出てきちゃうので、あとはエアラインの方のが引っかかる可能性もあるんで、うんうん、はい、私も一応ちゃんとそのフォントを、うん、同じのにしないとね、そう気をつけましょう、はい、サロンとかが出てきます、はい、では続きまして、はい、空の会ネーム鹿児島のドラえもんさん、いつもありがとうございます。いつもありがとうドラえもんちゃん。今回で前回のお礼ということで、はい、エピソード10でいただいたお便りのもう死にますとツイートしてる人に死なないでほしいからいろいろリプをして、いざ会った時にちょっとあんまり構えなかったらもう、うんうんうん、もう会いませんって言われてっていうくだりの話があって、あったよね、うんうん、その後のお話をいただいてます、うん、トラさん、みえさん、空の会の皆さん、おはこんばんちは。いつもメールを読んでいただきありがとうございます。今回はお礼が言いたいのとその後について報告します。前回相談した後その後からの連絡はありません。一度ツイッターのフォローを外されていたようですが、その後またフォローが復活していました。とりあえずその子とは距離を取りながら何かのタイミングで話せたらいいかなと思っています。ちなみにゲイバーには私が呼び出されました。これこの間の下りでゲイバーで会ったっていうのが待ち合わせしてゲイバーで会ったのかが分かんないって話をしてるんですけど、そのだから相手さんから鹿児島のドラえもんさんが呼び出されたってことですね、うん、でまた何度も何度も聞き返して自分の今回の反省につなげられたらと思います。本当にありがとうございました。暑さが厳しくなり熱中症の危険も出てくる季節、皆様ご自愛ください。ありがとうございます。ありがとうございます。こういう話はもう無限にあるだろうからね。ね、朝は我が身と思って我が身ちょっとそれはいいっすね我が身、まあ、ね、それぐらいな感じでね、うん、まあそうですね、ちょっとやっぱどういう状態か分かんなかったけど、呼び出されてあんまり話せなくて、いやもうじゃあ話してくれなかったから会いませんって言われたなら、それはドラえもんさん別に非がないんじゃない。どころかドラえもんさんがちょっと被害者なところは怒るというか、あれなんだったんだろうぐらいは思っていいんじゃないかな、うんうん、まあそのようされて今後ドラえもんさんがどうしたいかは、うん、まあ今後考えればいいと思うし、まあただその相手さんがまあちょっとこの状態ってことはかなりメンタル的にはうん、まあ、イカれてるというか、うん、やばい状態ではあるとは思うので、まあ、今は積極的にコミュニケーションは取らなくてもいいのかなとは思っています、うん、次相手方からもし連絡があったら、そのバーじゃなくてどっかカフェとかでお茶してみたらいかがですかね。うんうんうん、うん、そうだね、うん、まあ、さっきこの間話したけどゲーバーで会うっていうのはそれなりなリスクが、うん、いいめっちゃハッピーに飲んでる人もいるし、ちょっとうざがらみをするような人もいるし、そういう状態の中でまあちょっと真面目に飲む感じになるのって難しい時も、ゲーバーっていうのはいい場所なんですけど、それがいいところでもあり、それが難しいところでもあるから、さすが経営者の発言。まあでもお客さんの状況によってね、店ってだいぶ変わっちゃうので、その一人の一組の人たちにつきっきりになることもできないし、皆さんに相手をしなければいけないので、うん、なかなか、ね、そうだね、要望通りにはいかないこともあると思うんで、ね、なんかもうちょっとママさんが気が利かせればと思うけど、やっぱママさんも一人かスタッフさんもいるとしても、うん、つきっきりになれないところはあるので、うん、まあ、ゆっくり話すのはやっぱなんかそうですね、飲み屋じゃないところでもいいかもしれないし、うん、あとちょっとまあ、その相手さんのメンタルの状態がかなり調子が悪い時期なのかもしれないっていうので言うと、エピソード9でちょっと話してた僕とみえさんと、まあ、前回のゲストのちゅうさんとよく仲良くしてたお友達が、4年前だよね、死んじゃったの。4年前19? あ 5年じゃない？5年か、2018なんじゃない？早いね。そうだよ、年取るわけだよ悔しい、あいつ年取ってないのに。ええ、そうです。そう、死んじゃった時に僕は結構そんなにしょっちゅう会う間柄じゃなくなってて、まあ旅行とか行ってあるとかだったのに、みんさんが多分直近でしょっちゅう、週1ぐらいやってたんだな、うん、会ってる時で、うん、
でそれで急に死んじゃったので、その時のミエンザスカイはちょっとおかしくなっちゃったんですよ。そう、ミエンザスカイがもうスカイになっちゃった。空に行っちゃったそうぐらいな感じでしたよ。あ、ま、ボケれることじゃないかもしれないけど、うん、でも仮想場で会った時ももうふらついてたし、なんかちょっとヘラヘラしてたよね。なんかあれヘラヘラしてるように見えると思うんだけど、うん、もうなんか、うんうん、頭の中がグワングワンしても倒れそうだね、うん、ずっと、うんうん、そう言ってることも多分おかしかったし、うん、だからあ結構来てて、僕と中さんでちょっとしあもう心配だねって言って3人でご飯しようって、3人でご飯した時に結構開口一番くらいにミエさんから最近のトラの接客が私は好きじゃないわみたいな説教がいきなりされて、励ましに来たらいきなり説教されたと思ってえ、そんななんかまああのこのポッドキャスト聞いてると分かるんですけど、僕結構ミエさんにいろいろ言っちゃうので、いつもはなんか受け止めてくれるんですけど、なんか多分当時受け止められなかったのか、それを言われてあーってなって、で僕は僕であのその後中さんに、あどうえどうしたらいいですかねみたいなになって、で中さんはいやもうちょっとみえ、いやもうみえさんは今ちょっとそういう時期かもねみたいな、病んでるかあいつは、そう二人で完全に作戦会議みたいなのを知った時期があって、まあそれもあっての今まあ戻って仲良くしてるので、まあ特殊な時期な可能性もありますよって話で。あの時期のことを僕一切覚えてないんですよ、何してたかとか。でも多分怖かったと思う。あの時期めっちゃ戦いを吹っかけられたら倍ぐらいの勢いで返せたもん。すごいことだと思うけど、ね、なんだろう、そんな人がね。いやそうね、今やポッドキャストで楽しくミーン・ザ・スカイ治療されてますね。ねえ、恐ろしい。いやまあ、そんなこともありますので、うん、鹿児島のドラえもんさんも静かに見守っていいんじゃないでしょうかっていう、うん、そう距離を取りながらちょっと長い目で見ていただくといいのかもしれないです、うんうん、あのそういう文面にも見えるし、うんはい、そうですね、そうそう、いろんな面が人間ありますので、はい、なまたこのこともなんか次の動きがあったら教えてください。あの直接でもいいので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。この収録の前日にちょっと訃報が届いてまして、はい、僕と同い年の方が亡くなったっていうのを教えてもらい、トランポリンにも来てくれたり、いろいろなんか話したような人が亡くなっちゃって、でうち昨日うちのお客さんのレズビアンのお客さんのなんかバースデーパーティーをいつもホームパーティーでやってるのをちょっとトランポリンに貸し切りでやらせてっていうので、昨日昼から30人近くのレズビアンの方がここに集うみたいな会があって、その直前に訃報が届いた。ちょっと昨日なんかメンタル的にはちょっとわーってなってて、まあ、で昨日結構2丁目とかで100人飲み会とかなんかため会とか飲み会がすごく多かったんですよ。で亡くなった人がまあ、とにかく愛されてたパワフルな人だったんで、多分お店をやってらっしゃったんだよね。お店をやってる人でした、うん、近所でもやってた時期があって、うん、すごく慕われてた人だったし、多分昨日飲み会に参加してた人の中にも訃報を聞いてて、なんかやるせない気持ちの中でもお酒でどうにかみたいな気持ちでいた人がいて、昨日まあ、寝る前にインスタのストーリーってその24時間以内の出来事がなって、もう2丁目の盛り上がってる写真とかいろんな中にまあその方を追悼する思いの人もツイッターにもインスタにもいて、なんかなんていうかいろんな感情がうごめくのが SNS だなとなんとなく思った話でした。まあ、人が亡くなった時ってまず周りの人の方が心配になっちゃって、ちょっと冷静にその訃報を聞ける時ってなんか、まあ、あの人となんかあの人仲いいし、あの人共通の友達だとこの人が今大丈夫かなとか思ってて、それこそそのさっきの死んだ友達の時も僕はミエさんから訃報を聞かされて、じゃあこの訃報は誰に
みんなここその当時の彼氏さんからミエさんに行って、ミエさんが僕らに伝えてくれて、じゃあ僕はどこに伝えなきゃいけないんだっていう頭にすぐパッてなるじゃん。それは多分そっちになんか亡くなったことへ感情を預けるよりは今何かしなきゃみたいな方に多分自分が勝手にシフトして、で僕はそのでも一通りその当時すごい昔からのお友達とかに連絡して、まあみんなで火葬場に行って、僕はでも火葬場ですごいワンワン泣いちゃったんで、そこでなんか自分の中で消化っていうか、なんか自分の中でその亡くなったことを受け止めれたかはわからないけど、亡くなったんだなとは思って、なんかねこういう話がこのポッドキャストめちゃめちゃ亡くなった人の話してるよね。ええ。まあそんだけ多いっていうのも事実なんですが。多くなってくるんだよ、うん、急に。そう。本当。だってミーさんの場合、年下の人でしょ、大体。あ、上もいるだろうけど。圧倒的にでも下の方が、うん、目立つのもあるし、うんうん、年がある程度上だとひっそりっていう感じがあるから、うん、まあそんな伝わってこない場合もあるんだろうけど、うんうん、やっぱり有名な人は特にね、広がりも早いし、ね、ショックもでかいよ。なんかそう、何も恩返しできてないみたいなツイート見るたびに、どんだけこの人はいろんな人に頼られてたんだろうみたいなのはすごく思う、うん、夜でしたね。とても人たらしだったっていうのを伺わせるような、うんうん、ね、ツイートのコメントがたくさん流れておりました。はい、なんかこういう場所でこういう話をするのもあれですけど、お悔やみ申し上げます。周りの人が乗り越えるは違うね。まあお気を落とさないように。そうですね、っていう感じになりますね。はい、なんかね、なんかできることがあればしたいです。まあ、はいはい、直近キンキンにはないですですね。はい、でも亡くなった人の話を僕は結構積極的にしたいとは思っているので、なんかやっぱ亡くなった人の思い出って遠くなっちゃうじゃないですか、物理的に、うんうん、なんかもうだから あいつは5年前に死んだから、もう思い出は5年以上前の出来事だけど、なんかその思い出が薄れていかないように割とそういう話はしちゃうんで、ちょっとそういう意味ではめんどくさいやつと思われてるかもしれないけど、まあ今後もします、うん、はい、まあ1年超えたらスーッとっていう人が多いと思うよ、うん、そうだね、その時と1年後ぐらいで、うんうん、まあでも俺に触れて話せばいいし、うん、はい、エンディングに行きましょう。はい、エンディングですね。エンディングなんですけども、前回発表しました、はい、トランポリンフェスティバル、ボリューム5、8月12日土曜日昼間公演消防と開催イベントの続報です。はい、この間ね、チューさんが歌で参加してくれるのがやんわり確定はしたんですが、ミエさんがやっぱちょっとスケジュール的にどうしてもその時間は仕事してるっつうことで、なんとなくやんわり会議の結果、そのイベント終わりでトランポリンで、まあ、打ち上げを兼ねて打ち上げ営業をするときに、ちょっとそこでトラスカ営業的なことをしようかなみたいな話になったけど、それでいいよね。はいはい、なんで、まあ、遅くとも3時には着くと思う。ああ、もう十分、まあ、十分です。ぜひ8月12日、はい、トラスカ営業をやりますし、追加でちょっと相談があるんですけど、これ初めて言います。リスナーの人にですか？ミエインザスカイに塗りませんよ。6月の17日の土曜日、もうお仕事終わりはどうですか？6月17日トランポリンでは箱車というイベントがあるんですよ。1分間2000円でいい写真を撮ってもらえるっていう画期的イベントが、主催がカウチポテトブラザーズというポッドキャスト番組をやっているロイ君がやるんですが、そこでまずこのトラスカの新アーシャを撮ってもらいたいなってちょっとやんわり考えているんですが。そういうことだったのか。はい、
え、それと僕は手伝う、あ、ついでというか、まあ、うん、その、そう、アーシャをその時取ってもらいたいし、どうせあのアーシャ取りに来てくれるんだったら、その後ちょっとやんわり、まあ、11時くらいまで働くとかどうかなって思って、あの箱車の皆さんにも宣伝できるかなってちょっと魂胆なんですけど、どうですか。わかりました。やった、いいね。やっぱこういう場所で交渉するとスムーズですね。いや、あなた本当悪魔みたいな人だな。この場でそう切らずにそのまま、ええ、悪魔だ。やったね。じゃあ、あの6月17日土曜日、まあ、箱車とイベントが、まあ、時間はまだちょっと確定ではないですけど、いつもだったら9時くらいまでやって、9時終わりで通常営業に切り替えで、まあ、その11時くらいまでミーインザスカイさんに入ってもらうので、またちょっとトラスカファンの人は会いに来ていただいてもいいかな。お願いします。よし、トラエロインザスカイではリスナー空の会の皆さんからお便りを募集しています。概要欄にあるお便りフォームの URL からクリックしてお便りをぜひ送ってください。みえさん、最後に言いたいことはありますか。ありません。それではまたね。さよなら。オーバー。